今日はですね、嬉しいニュースです。くるみさん、なんとお見合いが決定しました。おめでとう、くるみさん。これがくるみフェイスだ。くるみの歯茎だ。こらー、くらー、くらー、すごい、あーすごいすごい、あーすごいですね。あー、ケルケル言ってる、ケルケル言ってますね。みんなでやってますよ。よし、力が強い。ああ、すごい。さすが、大型犬。ベルさん、ベルさんすごい。クルミさんもすごいけど。皆さんこんにちは、今日はですね、嬉しいニュースです。今こちらにいらっしゃるですね、ちょっと2人ともちょっと、こちらにいらっしゃる、ベルさんとクルミさんがいるんですけど、クルミさん、なんとお見合いが決定しました。おめでとう、クルミさん。ケルケル言ってるけど、お見合いが決定しました、おめでとう、ケルケルやってますけどね。なんとくるみさんですね、よし、はい、はい、くるみさんですね、よしよしよし、募集をですね、以前より出しておりましたけれども、たくさんのですね、里親希望者さんがいらっしゃってると、ね、たくさんいらっしゃってる中で、会の方がですね、じゃあ、本当皆さん素敵なね、里親さんなんですけれども、その中からですね、まずはじゃあね、こちらの里親さんに一回お見合いをねしてみようというお話になりまして、ねえ、くるみさんよかったね、ベルさんもよかったね、ちょっと一生懸命やってるんで、はい、どうぞ。ベルさん、僕は持たないとね、やらないんで。ケルさん、くるみ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 さん、ちょっとお顔見せてあげて、くるみさん、ちょ、なかなか、まあ、とりあえず、よし、くるみさん、くるみさんのお顔、くるみさんのお顔を皆さんにお見せしたいのに、ダメだこりゃ、くるみさん、一生懸命、くるみさん、ちょっとこっちに来てもらっていい？くるみさん、ねえ、ベーさんね。くるみさん、ケルケル言ってる。この子のことです。こら、くるみさんはね、怒るんですよ。ね、自分のおもちゃだっつってね、結構ね、まあ弱い、生後6ヶ月ですけれども、ね、あなたは氷6ヶ月にもうすぐになるところです。今5ヶ月なんですけどね。ね、くるみさん、あんまりやるの、はい、やりたいって。今はちょっとそういうところじゃないか。僕のお話よりもまずはこれ。はい、ベル。ベルは僕は持たないとしないんだよね。ベル、はい。しない？もうしない？まあ、とりあえずくるみさんはお見合いが決定しましたんでね、以後は、一旦ですね、里親さんと面談してもらってですね、
でちょっとこう里親さんとくるみさんの相性の方も確認していただきながら、ねえくるみさん、お空が広いですね。変わった、おーベルありがとう、おーベルありがとう、よし、そういうわけでじゃあ地獄のランニングしましょうか。よし、入れ、キャッチね、いきますよ、キャッチできるか、え、ちょっぱい、はい、上手、え、できるんですよ、レベル、よかったね、いくよ、出るキャッチ、ナイスキャッチ、クルミさんも来た、クルミさんも来たの、この子のこと、これは大型犬用のおもちゃなんです、本当は、本当はくるみさんは用のおもちゃこっちなんですけど、本当はね、くるみさんはベルのおもちゃの方がいいそうです。くるみちゃん、くるみちゃん、くるみちゃん、あ、こっちこっちこっち、よし、おいで、ベルトしっこだった。
うちだからいいか、うちじゃないからいいか。この子のことです。よかったね、くるみちゃん。一生懸命です。では、またね、お見合いの結果次第ではトライアルにね行くかもしれないということなんで、まあまあとりあえずはお見合いがうまくいきますよう、どうぞ皆さん、お祈りしていただけると、応援していただけると嬉しいです。くるみちゃん大丈夫ね、くるみちゃん、くるみちゃん、はい、こんな顔、こんな顔。これはベルさんのおもちゃなんだけどね、くるみさんがね気に入ってんだよね。フェイスだ、クルミの歯茎だ、こらーくらーくらー、すごい、あーすごいすごい、あーすごいですね、あーケルケル言ってる、ケルケル言ってますね、こんなつぶらな瞳で、ね、こっちも食べられちゃった。